えっと、1億円シリーズですね。やめちまいっていうタイトルが来ましたね。本当とやめちまいだと思いますよ。あの、私ね、あの、即歌塾の中でも結構ハードなコースで、あの、虎っていうのを虎者になってるのをやってたんですよ。これが2016年だったと思いますけども、この中にはですね、あまりにも全然進まずに質問ばっかりしてくるやつがいるんで、私ね、質問禁止にしたことがあります。もう質問する暇があったらもうやれよと。 もうやった送ったコンテンツの通りにやれと質問いらないと、うん、もういらないやつこんな機材いるんですかとかねどういうタイミングでやればいいんですかどんなこんな内容でいいですかと質問いらないんであの常にねアウトプットをしないところに売り上げとか集客って発生しないわけですよで言ってみればアウトプットの数に比例して収入って変わるんですよアウトプットに比例して、ね、それも SNS に誰かが記事を書いたところにコメントを書くみたいなそれがアウトプットではないですよ 自分が記事をドーンと書いてそこに100人ぐらい集まるようなものをずっと連発していくってことが必要なんですよ。そのぐらいの強烈なアウトットをしない限りはもう無理なんですよ、ね。だから1億円の道っていうのは確かに個人で今作れます。でも考えてみてくださいよ。誰もができる範囲のことをやってて1億円にならないですよ。だから質問するっていう時点でもうすでにね、もうセンスがないと私は思,う思っていたんですよ、当時は。 まあ今はね、質問っていうのは発信者の言い方が悪いなっていうところもあるんでね、あってもいいかと思いますけども、でもね、昔から変わってないのは、語卓が多いんですよ。本当にね。あの、優先順位は金を稼ぐんでしょじゃあ、お金を稼ぐことを、もうまずはやりましょうってことなんですよ。そんな質問とか、いくらしたってお金は稼げませんからね、質問されるような人間にならないといけないのに、いつまで人に質問してるんですかって話なんですよ。で、質問するときでも仮説を用意して、 置いてくれって私はねよく言うんですけども質問をしてどんな答えが返ってくるか5種類ぐらい持っといて仮説を立てといて多分4番目が来るのかなと思いながら質問してあ確かに4番目が来たっていうのだと頭っていうのは結構ね回っていくんですけども質問して答えてもらうっていうのは答えてもらうことただね覚えるしかないんですよもう自分で創作してないんですよ。だからそれれもだだかからアウトトプットしてててないいいのののと同じです結局自分の解釈をどけけね作っていけるかっるうのが我々 情報を製造すするという役割なんですよどんな答えをこの問いに対しては返していこうかなっていうのを考えることこの繰り返しが、えー、情報製造業ですからねだからね質問を100回しても何にも賢くならないですそうではないですもう実際に自分がやったことの中から答えを出していくぐらいのねそのぐらいの勢いでいいんじゃないかなと思いますよねで今回もありがとうございました